こんにちは、佐々木です。本日は初心者です。ヤフオクの中央輸入の商品リサーチ法がわかりません。儲かる商品のリサーチのコツを教えてくださいというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい。この動画でですね、私のコンサル生から中央輸入のね、商品リサーチ法がわからないヤフオクですね。ね、質問がありまして、私の友人もわからないということで連絡ありましたら、ぜひね、紹介させていただきます。はい。まずですね、このオークファンを使う、オークファンですね、使っていくんですね。で、オークファンプロってあるんですけど、オークファンプロはですね、毎月1万円かかるので、ぜひね、経済的余裕ある方はですね、利用していただければいいかと思うんですけど、例えばですね、このまま、例えば中国輸入って打ってもですね、打ちますよね。ただ、これで、検索してみても、商品がですね、名前が入ってない場合はですね、こういったふうに何かですね、なんていうのかな、フォントがなんかよくわからないものが出てくるんですよ、こうやって。なので、どうしたらいいかっていうことなんですよね。この本を売りたい方はこれ出していただければいいんですけど、どうしたらいいかっていう話になってくるんですよ。で、まずですね、私もいろいろ試してみたんですけど、ぜひね、簡潔にね、ぜひ紹介していただきます。はい。まずメルカリとかなんですけど、例えばクライミングロープってありますよね。子供クライミングロープってあるんですけど、今ですね、どういった商品が売れてるかと言いますと、大体ですね、室内で遊べる商品ですね。おもちゃとかは結構人気あるかと思うんですよね。はい。隠れたもんで、例えばガンプラとかも結構売れてるみたいなんですけど、例えばこういった風にクライミング商品とかって結構人気あるみたいなんですね。で、実際これ売れてます。で、どうしたらいいかっていうのは、まずこのクライミングですね。こういう名詞、これだけをですね、入れていただきまして、クリックしますね。はい。そうしますと、商品出てきます。はい。これ子供用なんで、子供で入れてもいいんですけど、今回これでね、このクライミングロープのみでちょっと検索してみるんですけど、同じ商品が出てくるかな。同じような商品が、ありますね、ここに。あります、あります。他はないですね。ここにありますね、これ。ちょっとクリックしたんですね。はい。クライミングロープ室内遊び。これも、ほとんど一緒、似たような商品だよね。似てますね。円盤入ってるみたいですけど、ほとんど一緒ですね。はい。なので、この商品はここで売れるんですけど、ちょっと見てみますね。あ、出てる。新品だけです。新品だけですね。はい。なので、この商品はですね、ヤフオクで売れる可能性が高いですね。はい。なので、今回、クライミングロープっていう、ここですね、こういう名詞、キーワードを打っていただければ出てくるんですけど、これ配送料が出てないですね。はい。なので、一応、これ一つしか出てないんで、おそらく、配送料これ負担したってことは、ただで売ってるのかな、これ。売れてるみたいですね。はい。で、この商品は売れるんですけど、そんなにめちゃくちゃ売れないみたいですね、一つなんで。ただ安くしない、相当安くしないと利益出ないですね。送料無料ってなってるんで、相当安くしないと利益出ないので、そこがね、うまく、本当に処分したい場合は、ここで売っていったらいいかと思います。はい。で、その他なんですけど、例えばですね、キックボードってあるじゃないですか。で、こういったのを、アマゾンで、例えばこれ出した時に、商品余っちゃう場合ありますよね。なので、この商品どうして処分したらいいかってことなんですけど、このキックボードですね。このキックボードを、コピーしていただいてですね、ここに、この検索まで入れていただきまして、クリックします。はい。そうしますと、出てきますよね。キックボード1円とかからじゃなっちゃってるんですけど、出てきますね。はい。この商品も、ちょっと安いです。人気、ちょっと寒いんで、やっぱちょっと人気ないみたいですよね。はい。これ高いにしますね。実際、一応売れてるんで、配送逆にね、高くして売るっていう方法もありますよね。ただ、配送代は1500円。ヤフオクスターとかでしたら、
配送代をね、自分でコントロールできるんで、まあ高く売ることできますよね。ちょっとお高くなっちゃってるんですけど。まあコントロールできますよね。はい。まあなので、こちらの商品は、まあ仮に遅延としても、まあもしね、処分したい場合はですね、まあ値段をね、うまくコントロールして売っていただければ、まあ十分売れますね。これだけ売れてるってことは人気ありますので、需要があるかと思います。はい。で、まあ他にも、例えばこのケーブルカッターとか、ちょっとマニアックになってくるんですけど、まあこういった商品ですよね。これは実際売れるかってことなんですけど、まあここをですね、クリックしていただきましてですね。まあアマゾンでもし売れ残った場合はですね、マルチチャンネルで売っていただければ、まあ十分履けるので、まあここ入れてますね。で、これは600ですね。ちょっとこれで売ってますね。ケーブルカッター、ケーブルカッター売ってますね、これ。あ、すごいですね。で、ここを、まあ、600ですね。で、今回ちょっと600に変えてみますか。600に変えてみますね。はい。そうしますと、売れてますね、これは。ちょっと色は違うんですけど、売れてますね。はい。これは色が違う。さっきとこれ一緒なんですよね。600なんで。ただ色は違うんですけど、これは OEM かな。ちょっとクリックしてみますね。ただ送料が無料なんで、ちょっと利益が出るかっていう話になってくるんですよね。これ全く一緒ですね。もう一緒ですね。一緒です。これはあれですね。やっぱり自宅、全部直接取り入れて、船か何かで入れて、売っているみたいですね。そうすると利益出ますね、これ、おそらく。送料無料なんで、かなり安く出ますね。これはゆうパックなんかから送ってると思うんですけど、まあ、こういったふうにですね、まあ、調べていただければ、この固有名詞ですね。この固有名詞で、まあ、サイズとか入れていただければ、これはちょっと色さっきと違うんですけど、売れます。はい。なので、もしね、中国輸入でヤフオクで売りたいって、なかなかね、売れないって人結構いると思うんですけど、実際これね、まあ、値段を下げるのに何かして、まあ、送料とかね、加味してやっていただければ実際売れてます。で、私もですね、実際、室内で子供キッズなんですね。まあ、おもちゃとか売れてます。で、送料を高くしてですね、まあ、商品自体は1000円以下にして、まあ、商品高くして、それですね、それで高くしていただければ、十分利益取れますね。まあ、あまり取れない、めちゃくちゃ稼いでるわけじゃないんですけど、まあ、実際利益出ますので、ぜひね、まあ、いろいろ考えて、送料とかね、いろいろ考えてやっていただければ、十分利益出ますので、ぜひね、試していただければいいかと思います。はい。はい、チャンネル登録お願いします。あとですね、悩み、質問等ありましたら、ラット録音によろしくお願いします。今回の動画は以上となります。さらにご視聴いただきましてありがとうございました。